さあ、それじゃあですね、方言ニュース、行ってみましょうか。今日の担当は、上地和夫さんです。はい、こんにちは。はい、こんにちは。はい、お願いします。はい、最後、そうよ。どうかじゅうかなって、上地美咲み,さ,みさて、昼夜、新市、五の八日、旧暦うちなんく、内南区、夢中や新五地の三十日にあった。当便、あちゃから、旧運さん、五地、浜、売り、女性の行事が控えてますね。 流州新報の記事から内覧のニュースうち定さびら中のニュースを各地で渋滞避難に支障でのニュースやいびんゆでなびらつ津波警報の発表に伴い沿岸部などから内陸部に避難する車が集中したため県内各地で大規模な渋滞が発生し避難に支障が出ました。 えー、津波警報しがり、しがり波の中運動にの知らしに、沿岸部、海端から島の中関係うちに避難、ひん地する車のどこあちまたるために、一平あちまたるために、うちなの雨雲を通って、一平の渋滞が、車のじゅ,からんじゅからんことの掃除で、避難のんけ、騒いのじやびたん。 師匠が出ました県警によりますと地震発生の3日午前9時ごろから正午までに津波関連で寄せられた110番通報は42件でそのほとんどが「避難しようとしているが車が動かない」などという渋滞関連の通報だったということです。県警警察、えー、の,の話に 地震ねえの奥太たる掃除たる3日の午前9時ぐるから正午まで12時までにこのしがり並みのくとさにかかってちゃる百1 0のを42件あてこの電話のいい来るが貧金地装備士が車の時間での電話やたんでやびん県警は那覇市内の国道58号や 国道330号の一部信号機で青信号の時間を調整する渋滞対策を講じました県警や那覇市内の国道58号また国道330号の中荒木の信号近景青信号の時間をたいし車の熟らなとしの問いはけで錆びた高速道路などの利用も規制されました。 西,西日本高速道路ネスコ西日本は津波警報発表中沖縄自動車道の上下線で一般道への利用者の流出を規制しました、えー、国高速道路な銀の車の通いし、えー、禁止知事やびたん知事大錆び端 西日本高速道路ネスコ西日本やうの津波警報発表中しがれ波の中運動に沙汰うる知らしのあるエーダー沖縄自動車道の上下線を通って一般道への高速から下の道に向け GC とみやびた宜野湾市大山の国道58号は上下線とも 車で埋め尽くされました。宜野湾、大山の、大山の、国道五十八号や上下線とも。えー、フェームティン海一路車、北向き、西ムティン海一路車さに、うじまとをいびいた。午前九時五十分頃渋滞にはまった。沖縄市の三十九歳の会社員は、極端に車間を詰められ。 普段より道を譲らないドライバーに焦りを感じたということで「あの時想定外の高さの津波が来ていたら到底逃げられなかった車で逃げることは不可能だと分かったことが今回の教訓だ」と語りました。えー、午前時分、えー、町くまったる沖縄市の39 どこういっしゃいのシャカンシャカンのチミラリーまたフィジーやかんみちニュージーランドライバーんけアシちゃんディノクトサーに、もしあの土地ウミユランさるのしがノシガリナミノチョータラジョラランタン車製品ゲラランチちカタルクトガンコンドノヨシなら CIB サんちカタヤビタンチュ各地で渋滞 避難に死傷でのニュースえン、ー、じゃるユッカの琉球新報の記事から落ちて錆びたんまた水曜日にユシリアビラにヘイデビルはいどうもありがとうございました、えー、今日の担当は植地和夫さんでした